中村ジョーの時間です。はい、というわけで2回目の放送にこぎつけました。ありがとうございます。第1回目の放送を聞いてくださった皆様、2回目から聞いてくださっている皆様、どうもこんにちは、中村でございます。さあ、暖かくなってきましたね。いよいよ春です。はい、暖かくなってくると人は動きやすくなるので、この業界でもちょっとね、忙しくなってきたりとかっていうのがあるかも分かりませんが、うちはあんまり関係ないんですけど、まあそういうふうに人の流れが変わる時期ではありますよね。はい、今日ね、ちょっとニュースの記事を一つ紹介したいなと思ってます。リビオニュース HBM 社っていうのかな、なんかそこが発行してるリビオニュースなんですけど、平成29年賃金構造基本統計調査、厚生労働省が2018年2月28日発表した平成29年賃金構造基本統計調査で、所定内給与額は3年連続で前年を上回り23万3000円となったリビオ市だが、年収ベースでは129職種中119位だった。決まって支払う賞与額と年間賞与を加えた年収ベースで、リビオ市は295万8600円、賞与が5万7900円と年収を下げている。男女別に見ると、男子の年収は117万2900円で120位。男子の平均年齢は 30.9 歳、勤続年数は7年、決まって支給される給与は25万9400円、年間賞与は6万100円だった。女子は年収が284万1900円、128職中、86位、平均年齢は 31.4 歳、勤続年数は 6.5 年、決まって支給される給与は23万2100円、年間賞与は5万6700円だった。2年間の就学年数、国家資格が必要な職種としては給与待遇面で見劣りしていると言わざるを得ない。なお、同調査は10人以上の従業員がいる事業所が対象。リビオ市は男性879人、女性1628人の合計2507人が調査対象になっている。調査対象が、10人以上の従業員がいる事業所が対象となっているので、もう本当90数パーセントぐらいはもっと小さい、平均取ると利用の方は確か2点何人ぐらいかな、と美容の方が3点何人ぐらいだったと思うので、もうそもそも10人以上の従業員がいるっていう時点で全然一般的じゃないっていうねことですので、おそらく年収ベースで言うともっと低いと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。男性の年収で320万弱ぐらいですよね。320万弱っていうことなんで、1ヶ月あたり27万弱、こんなにもらってないですよね、多分。個人店に勤めてる子でスタイリストとかでもおそらくこんなにもらってないですよね。都内の人たちでどれぐらいあるのか知らないけど、地方ではこの給与すらも難しいんじゃないかなと思いますよね。これ原因何なんだってことで言うと、僕が思うに単純に料金が安すぎるんだと思ってます。なので、うちは全国平均的に見るとかなり料金設計高いですね。カットとシャンプーのみで基本的には7700円、シェービングとカットとマッサージなんかも含めると1万2000円を超えていくんで、基本的な設定額はかなり高額な方に入ると思います。高級店の部類でしょうね。でもやっぱり職人が一人働いてることを思うと、この料金でも相場には見合ってないかなと、物価で言うと、世間の物価で言うと全然僕は合ってないなって思ってます。
実際に相場は全然低いですよね。ソースが今すぐ提示できないですけど、利用組合のお店を対象にした調査なんかでは、3500円ぐらいが全国平均だったと記憶してるので、もうそんなんじゃ食えないっすよね。物価がいつの基本料金なんだろうっていう感じで、インフレになってる実感っていうのは多分あんまり世間的にもないかもしれないですけど、仮に10年、20年、30年ぐらい前と比べると、相当いろんなものの物価は上がってるはずですよね。でも世間的には給料が上がらないって言ってみんな困ってるんですけど、これやっぱでも物価上昇してないから給料なんか上げれるわけなくて、基本的には給料の源泉って何かって売り上げなわけじゃないですか。これまあ普通にお店やってる方たちは当然わかると思うんですけど、その源泉がそもそも足りてないのに給料だけ上がるなんていう現象は起こり得ないんですよね。まあ、解決するにはよく言われてるその国なんかがベーシックインカムっていう、ベーシックインカムなんだろうな、毎月とか、まあ、年間かも分かんないけど、数万円、数十万円、最低限の生活を保障できるぐらいのこう金銭を国民みんなに付与していきましょうみたいな考え方がベーシックインカムっていうのがあってですね、まあ、そういうのと足さないと、この国の職人、理美容師さんたちっていうのは基本的にはまともな生活はできないっていう構造があって、129職種中って書いてあるんですけど、ちょっと内訳がここにはなくて、どんな内訳になってるのかよくわかんないですけど、基本的には300万の壁を超えていけない、年収ベースで300万の壁を超えれないっていうのがこの業界の常識になっちゃってますよね。ねえ、まあ本当厳しいですな。若い子たちに同じことさせんのかっていうと、ちょっとどうかなと思います。確かに職人なので仕事を覚えるまでは店の売り上げには貢献できないし、高い金額の給与、長期休暇、短時間労働っていうのをやろうと思うと、それに見合った売り上げが必要なので、実際そういう実績を残すっていうのはそう簡単なことではないのは重々承知なんですけど、このままでいいのって聞かれると全然良くないですよね。外国人労働者を雇って奴隷みたいに使うんだみたいな業界もありますし、この業界では免許取れますけど、外国人就労は認められてなかったりするんで、外国人働かせるって難しい、働いてもらうってのは非常に難しいと思うんですが、まあ、そもそもその考え方間違ってますよっていう、なんで奴隷みたいに日本人の代わりに外国の方を奴隷みたいに使うのってなったら、全然ね、理にかなってないんじゃないかと僕は思うんで、あんまりそんなことを推奨すべきじゃないかなとか考えてるんですけど、料金上げるのはね、難しいですよね、実際に。全国的に見ると、低料金の QB ハウスさん、こういう名詞を出すとどうなのか分かんないですけど、QB ハウスさんのあの料金設定より高い店なんて、ほとんどないに等しいんじゃないかと僕は思います。何言っちゃってんの、うち1000円以上もらってるしって考えてる方が今ちらほらいるのかなと思うんですけど、いやいや、QB ハウスさんのからくりはそこじゃないんですよね。1分あたりの単価が100円以上ある店がどれほどあるかってことなんですよ。で、ああいう1000円カットとか、もっとまあ低料金もあるし、まあ、微妙に1500円とかもあると思うんですけど、人間が働く、そのスタッフが働く工数、1人にかける、お客様1人にかける工数っていうのを10分で考えると、1000円っていうのは意外と単価高いんですよね。うちのお店だとカットとお顔剃り、マッサージまで含めると1時間オーバーしますし、
カットと何かオプション一つやっていただくと、だいたい50分ぐらいを想定します。なのでキュービーハウスさんと同じラインでやったとしても税別で5000円ぐらいないと、1時間あたり5000円以上ないと基本的には単価合わないんですよ。ただキュービーハウスさんみたいにすごい立地のいいところに安い金額で設備を投資して、人も給料はあそこの方が高いっていうケース多いと思うんですけど、社会保障をつけたりとかで規模がでかいから一つ一つのコストは下げれるわけじゃないですか。それでいて1分間100円の単価っていうのを実現しているので、実はかなり高単価な高級店と言えると思うんですよね。実際自分のお店の1時間ぐらいかかってやってるカットとか、それを含めた料金を1分あたり単価に直してみてください。もうバイトがやってんのっていうぐらい安いはずですよ。なのでその単価ってバイトでやってないと間に合ってないはずですよね。なのでコンビニのアルバイトをしてる子たちよりも、もしかすると月の給与所得が低いなんていう利用者はザラにいるのは、当たり前なんじゃないかなと思います。そういう構造的な、料金の構造的なところまで踏み込んで自分のお店のメニュー開発とかメソを入れてって作んないと、コストカットコストカットみたいなのでどうにかなる問題じゃないんですよね。そもそもそのあたりがうまくはまってないなっていうふうに思うお店をやってる方たくさん見受けられるんで、今後2018年、今年はまあおそらく今の世界的な経済状況のピークだと思うんですよね。またここから不景気にズドーンと落ちていくと思うんですけど、今年中にいろいろ手を打たないと、かなりこう景気の大波にさらわれて経営悪化させるところもたくさん出てくるかなと思ったりしてます。僕は何でしょうね、そんなに偉そうなことを言ってられるような状況ではないんですけど、でも大半の店よりは随分マシな方ですよね。っていう時間的な余裕とか金銭的な余裕があるから、もしかすると中村商店っていうのはやれてる、やり始めれたっていう状況かもしれません。従業員がまあね、足りない、人手不足だとか、お客様いっぱい来るけど回んないんだよみたいな話も聞くけど、そのお客様は本当にお店にちゃんと貢献してくれてるのかなとか、相互にお客様の人生をより豊かに、自分たちのお店もきちっと成長できる、成長路線に入れる十分な売り上げがあるかとかって考えると、なんか自転車操業をするためにお客様がたくさんいるみたいなことになってないかっていうのをよく見つめ直した方がいいですよね。そういう弱い経営基盤のままやってると、何かひょんなきっかけで近いところにもっと安くていい店できちゃったとか、なんかちょっとしたきっかけで簡単にお店潰しちゃうことになりかねないし、もう自分のお店だけじゃ食えないから奥さんをパートに出すとか、そういうことにも本当なりかねないと思います。従業員なんてましてや雇えない、たくさん人来るけど払ってあげる給料ないから雇えないなっていうのは、もうその主たる例だと思うんで、改善すべきところっていうのは利益計画とかその経営計画そのものをしっかり立てることで、問題課題とその解決方法っていうのをお店ごとに見つめ直す時期、いい時期なんじゃないかと。結構もうギリギリのタイミングかもしれないですけど、まだやれば間に合うと思うんで、まあそういうことをやってったらいいかなと僕は思ったりしてます。中村商店でこう提案してるクロスって基本的にめちゃ高いじゃないですか。あれ高い高いって言ってすごい言われるんです。欲しいけどすごい高いから
導入できないっていう声もよく聞くんですけど、全然全然どうでもいいというか、高いから導入できないっていう話がよくあるんですけど、全く気にしてないですね。うちの商品全く高くないです。費用対効果も悪くないはずだし、あの金額が高いなって感じてる方はおそらくお店の料金が低すぎます。はい、たかだか1年下手したらちゃんと使えば2年3年持つ消耗品、1枚あたり1万5000円、月1000円ちょっとぐらいですよね、のコスト出ないとかって言ってる経営状況って相当やばいんじゃないかと。だから相対的に見た時に何か問題があるんじゃないかって思う場所を変えた方がいいです。サービスとか異様に安い外食産業とか、そういうところに目を向けて、そこの基準に自分を合わせていっちゃうと、本当にこう低く低く自分をすごい 低次元というか、何と言ったらいいか分かんないですけど、その社会の中でも本当に低層の方で生きていくってことを受け入れてるのと同じだと思うので、そうじゃなくて、やっぱり自由に生きたいし、好きなことがしたくて、拘束されない人生は、自分ではこう手に入れたいと思って散髪屋になったり自営業やってる方が大半なんじゃないかと思うので、せっかくそういう環境にいるなら、自分できちっと相場がどうだとか、なんか組合でどうだとか、一般的にはみたいな常識論を振りかざして自分を低く見積もるんじゃなくて、もっと自分の価値を最大化するためには何ができるかっていうことに取り組むべきだなと。闇雲に高いツールを使う必要もないし、使うなら使うでどうすればその価値が最大化するかっていうのをよく考え直してほしいなといつも思ってます。まあ、話少し戻るんですけど、うちに新しく、うちにっていうか、そのバーバーの方ですね、バーバーの事業部の方に新しく来てもらうようになったハルキっていう23歳の男の子のスタッフがいるんですけど、1年ぐらいオーストラリアで美容師をやってて、それも自分でちゃんと就労ビザを取ってトラックをカスタムして、その中で移動しながらこうオーストラリア各地で散髪をしてたっていう子なんですけど、まあいろいろありまして一時的に日本に帰ってきて、また来週からオーストラリア行くんですけど、僕は彼と仕事一緒にしたいと思って、彼からも何か一緒に手伝えることがあればっていう話だったんで、うちのスタッフになってもらいました。ただ店にいるケースはかなり少ないと思います。どこにいるかは、まあ、その時々分かんないんですけど、そういう働き方があってもいいですよね。自分の場所に縛られやすい職業なんですけど、本当にこの場所で縛られなきゃいけないかっていう理由はあまりないと思います。もちろんその従業員の登録の問題とか、日本国内でいうと保健所に提出するここで働いてます、 誰が働いてますとかっていう登記もちろん必要なんだと思うんですけど、なんかそれが拘束力になってしまって自由に生きられないんだとしたら、それ本当に正しいのっていうことを疑問に思わなきゃいけない時代なんじゃないかと思うんですよね。一日に働く時間も、僕がこう修行時代というか勤めてた時には一日10時間の営業もう当たり前で、その30分前には出勤して、で退店する時にタイムカードは押してくれるなっていう、入る時の遅刻は見るけど、残業は全然残業見なさないよとか、休みの日の前の晩においチラシ配りに行くぞみたいなのが1年目の時にあった時、結構僕はカルチャーショックで、もともと自分の実家っていうか、うちの両親は全然その個人事業じゃないので、そういうスタイルで働いてる人が存在してるというのをそもそも知らなかったんですよね。まあ甘えれた環境にいたから世間知らずなのもあるんだと思うんですけど、なんか自分のライフスタイルが何にもないですよね。本当寝て
仕事して未熟だから練習してでチラシ配りに行って休みの日に講習行ってこいとかっていうわけですよ。もうマジかよと思って、もうこんな仕事やりたくねえなってすぐ思うようになって、 2、3年、何年勤めたのかな、3年ぐらい勤めてたと思うんですけど、もう後半の1年ぐらいは全くやる気ゼロで、給料泥棒だったかもしれないですけど、まあ、同僚とかにもすごい迷惑かけた時期が3年間あったんですが、まあ、あんまり後悔はしないというか、はい、もうあんな時代に戻っちゃいけないし、当たり前みたいに人を奴隷みたいに使う産業ってなくなればいいと思うんですよね。単純にだって需要ないから、そんなに人を苦しめてやんなきゃいけない仕事は存在してない方が社会のためになると思うんで、理美容室でなんか人をこう奴隷みたいに使ってるようなお店はもうどんどん本当にどんどん潰れていけばいいと思ってるんですよね。そうやって潰れていって残ったお店がお客様であったりとか自分の従業員であったり地域、社会、国であったりとかにちゃんと貢献できる強い基盤を作れた方がずっと世の中のためになると思うので、人と働くってそういうことなんじゃないかなと、生き方、ライフスタイルの提案というか、仕事を得て所得を得る、仕事を使って所得を得るんですけど、その所得の源泉って何かっていうと、もちろん売り上げなんですが、売り上げの源泉は何かっていうと人々のハッピーだと思うんですよ。僕らの仕事でいうと誰かを幸せにすることの対価として一部料金としていただけるんだと思うので、いくらその人の幸せ幸福に貢献していけるか、うちの店で言うとうちの男性のお客様の人生長いこうライフスタイルの、マネジメント、ヘアマネジメントですね、髪の毛を主体としたマネジメントに貢献し続けれるかっていう、誰かの人生に積極的に関わってより豊かにしていきたいっていう思いで僕は料金をいただいてるんですよね。そこにちゃんとフィックスしてれば、当然うちで働きたいって言ってくれる従業員の子たちの人生も含めて、僕はその子たちが望む形、ちょっと微妙にニュアンスがうまく表現できないですけど、彼らがすごく幸せだなって感じるような人生の一部、所得を得るための一部でありたいなと思ってるので、長く拘束するとかたくさん働くとか、本当真っ平ごめんなんですよね。こう誤解を恐れず言うと、もう練習とか超嫌いで、本当に何のためにやってるかっていうのを自問自答しながらじゃないとできなかった時代を考えると異常だなって思い出すと思います。なんでしょうね、スキルを磨くってそんなことのためになくていいと思うんですよ。例えば自分のお客様が一人だったとして、たった一人のそのお客様を満足させるために必要な技術をがっつり身につけていけば、似たような属性の人たちが地域に100人とか、もうちょっと広げると1000人ぐらいいたっておかしくないじゃないですか。だからもうワンスタイルで多分食えるはずなんですよね。ちゃんとプロモーションしたり、そのブランディングを行えばワンスタイルで食えるはずで、それを覚えるのに何年もかからないはずです。真剣に一人の人を喜ばせようと思ったら、おそらく一月ぐらいである程度基礎はできると思うし、半年もそれを繰り返せばその人一人をうまくやるってことぐらいはできるようになってるはずじゃないですか。それをなんかまんべんなく、何でもできる、何でもできるようにしようみたいなのって、これもう本当奴隷を育ててるんだと思うんですよね。お店のカリキュラムで何でもでこうスキルの高い人間をとかって言ってますけど、本当にそんなの必要なのって思います。店の都合じゃないっていう、その自分の店にあるメニューを消化させるために
じゃあなんかお前ヘッドスパ興味ないだろうけどこれ覚えろよとかネイルとかもやったらとか、それって人の人生を幸せに本当に豊かにするんですかね。ね、少なくとも僕は自分のスキルっていうのは別に無駄にたくさん覚えようとも思ってないし、自分の好きなお客様、自分の好きなスタイル、自分のやりたいことだけできれば全然十分です。やりたいことが徐々に余裕ができて増えていけば、その時にやればいいし、何もそれを若いうちに詰め込んで追い込んで自分を高めろよみたいなのはもう全く僕は好きになれないですね。ただそういう環境で僕も生きてきました。ギリギリ多分そういう世代でめっちゃ否定してきましたけど、やらなかったし、素直には100%素直には聞いてないし、それですごく揉めたけど、じゃあ振り返った時に15年ぐらい前までを振り返ってきた時に、僕の考えてたことは間違ってたかなって思うと、全くそうじゃなく、今むしろ時代はそういう個別の能力とかスキルとか、自分とは何ぞやっていうところをきちっと追求することができる環境に変わっていってると思うので、これからやる若い子たちはさらにその先、これは僕にはもう気づけないことがたくさんあると思うんですけど、今の20代とか10代の子たちは自分の思い描くライフスタイルっていうのを、さまざまな世の中のツールを使って効率的に導入していくべきだなと思います。今日かなり話とっちらかって、実は前回の放送を教訓にして、今日はニュース読んで、その後、中村翔てんじゃねえや中村ラジオの時間ですの Facebook 作りましたっていう告知をして、僕人間ドックこの間行ったんですけど、人間ドック行ってこんな感じでしたみたいなのをやるぞっていうのをメモに書いて、ちゃんとこう1234みたいな感じで連番振って、これを何分ぐらい喋ろうみたいなことを書いてたんですけど、何かすげえスイッチが入っていっぱい喋りましたね。これ今何分ぐらい喋ったんだろう。はい、もう今日これで終わりです。第2回の放送は、なんか異様にテンションが上がった中村っていうのが出ました。これはこれで良かったかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた来週。